図面作ったりとかってことでしょ。それはちょっとできないですけど。で、びっくりするのがエルマラちゃんと付き合ってる時に、これ言っちゃダメか、これ言っちゃやめた方がいいか、まああんまやめとこうか、いいえ、あんま言っちゃダメだな。これはすごい偶然があったんだよ、現場でね、ばったり。うん、ちょっとやめとこうか、多分誰も知らないから。顔どうした。いや、富士山登って、いや酒飲んでないっすよ。で、パルパルさんは元現場系なんだけど、あの雑工、うん、要は元請けがいて、そのパシリねやってたんだよ、パルプさんは、お父さんとね。でも俺も元々親父とやってたから共通点があって。運転してないっすよ、車で配信してただけだよ。やっぱりこう日焼けするって、一番出てるところが日焼けするんだよね。鼻が出てるからここが一番焼けるってこと。日サロ行って焼くとお腹が一番焼けるんだよ。まあ俺出てるか知らないけど一番脂肪が乗ってるところが自然と焼けてくらしいよ。うん、で脂肪が少ない時はなんか焼けないらしい。だから日サロも下手なやつだと偏っちゃうね。何年ぐらい15から25までやって、離婚してから配信またやるまでやってた。もうベテランですよ。だ今でも別に戻ろうと思えば戻れるね、現場に。うん、もう頭に入ってるから、知識はあるからね、やろうと思えばやります。うん、クレーンの免許は持ってない。だって15から25までやってたんだよ。うん、で貯金してトラック買って機械買ったりしてたからね、20歳ぐらいの時に。中古のねやつ買って、親父と一緒にね。うん、いや職長教育は簡単だよ、話聞くだけで取れるんだよ。中卒だよ、だから配信って誰でもできるんだよ。今人生つまんないなっていう人マジでやった方がいい。だって政治は高卒だけどトラック運転手でしょね、利用分中卒でしょ。うん、元ホストかなんか知らんけど。でパルパルも現場上がりでしょ。誰でもできるんだよ。たかしも大型トラック運転手。うん、いや人気出ないの分かるからって閲覧20人とか15人でやってたんだって。うん、マジで人生つまんないやつやった方がいいよ。うん、配信する、今仕事のねこと考えたら、配信を全力でやったら大丈夫だって。あ、カッツンさん、ありがとうございます。カッツンさんはね、テルチャンピの友達ね。うん、テルチャンピの、俺も一回ね、家お邪魔したことあり、あのね、あの配信を始めてやっぱね、すぐ諦めるね。うん、いや、そんな甘くないけど、諦めなければ食えるようになるよ。うん、諦めるんだよ、すぐ結果出ないと。病んでやめちゃう人多い。俺ね、あの始めたばっかりの時、あの人が来ないでのが一番辛かったから、とりあえずあの無茶苦そでもあの100人ぐらい湧くと楽しかった。アンチコメントだらけでもね、はなんか湧いてると思って、うん、そうやって思ってたよ。今ふわっち見てると、やっぱ叩かれることを恐れてね、綺麗に綺麗にやろうとしてるから閲覧伸びないんだよ。俺めちゃくちゃひどかったからね、ブーちゃんの時とかその前とか、うん、めちゃくちゃひどかったよ。もう分けばいいと思ってたから、うん、ブーちゃんめちゃくちゃやってね、朝比奈と付き合ったんだよ。朝比奈と、すごくない？何のためにって分けばいいと思ってるから。好きでもなかったんだよ朝比奈。で俺が今ふわっち始めたばっかりだったら、まずツナちゃんあたり口説いて付き合うね。俺ならそうするよ、だって初めから人なんて来ないんだから。ツナちゃんと付き合ったら
多少しとくるようになるでしょ。あの総君作戦だよ。総君作戦。総君って閲覧なかったから竹地と付き合ったじゃん。で総君ってちょっと有名になったでしょ。うん。ですぐ消えたけど。うん。ポルポンもモンジュリと付き合うまではいいんだけど、そっからなぜかなんかビビってるじゃん。もう今じゃアンチコメアンチ体制もないんだよ。もうちょっとやなんか言われたらピキっちゃうでしょ。だから伸びなかったんだよ。だからそうやって思うとイキリストはね案外正解だったりするんだよ。イキリスト君はね、だから生き残ってるでしょ。だってイキリストはもうふわっちじゃ結構流し入れてるじゃん、あの炎上商法でね。うん。でもまだ下手なんだよ。うん。分かってないんだよ。いや、毎日閲覧200ってすごくて、来ると付き合うまで閲覧30だよ。それみんな知らないけど、来ると付き合うまで。でも今じゃもう3桁安定してるじゃん。で3桁は来るんだけど、あの普通に1000人呼ぼうと思ったらやっぱ頭が賢くないと無理。あのバカだとやっぱ呼べないですね。俺もね、あのそれぐらいの時にちょっと考えたね。でそれよりさらに上ってなるとやっぱ天性の才能がない、うん、そういう人はまあツイキャス行ってね成功する、ツイキャス、うん、だ所詮俺はそこまでじゃないんですよ、うん、所詮今止まり。これ以上はこの前前と TikTok やったけどやっぱ厳しいなと思った。前と TikTok やったけど何人来た？ピークでギリギリ1000人とか、うん、ギリギリ1000人来てあのなんかバンになったね、うん、1000人来てた、うん、TikTok やったんだよ。でパチパンチが1000人ぐらいいるらしいよ、噂によると。でモスコちゃんが2000人来るらしいよ。うん。バンになったの？なんだお前ゴミとか言ったらそれだけでバンになっちゃうリスナーにね、うん、誰か俺のペットになる、こいつ俺のペットなんだ、あのペット探しに来たんだよねとか言って、金はあるから。こいつもう29で30前だから若いペットが欲しくてとか言ってたらバンになっちゃったしかもバンの種類が15分バンとかだよ。15分バンとか意味が分かんなかった。はい、石川さんもなったんだで俺ね調べたんだよ。でもねあの500人でもあの多い方で、ちなみにあのヤミーが閲覧150人とかだったね、うん、で人気ある人はやっぱ神対応で全部コメント読むような人が逆に人気あったね。ふわっちとは違うね。だからあのアキルナ君とかもなんか神対応じゃん。ああいうのがやっぱ人気出る。それは大変大変です。ヤミーさんいいですよね。あ、ねねさんありがとうございます。ウイタンリスさん確かにそうだよね。こういう感じがいいと思う。ちゃんと読んでくれてる、ちゃんと対応してくれてる、こういう人が人気出てるよ。アイテム飛びやすい人ってなんで。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、セットリスナーさんありがとうございます。せいちゃんリスナーさんで、ふわっちでアイテム飛ぶには理由があるんだよ。これはねごめんなさい、教えれません。これだけは、うん、やっぱりね俺も苦労して身につけたものなんで、これはタラでは教えれない。秘訣があるんだよ。うん。で、セージは知ってるね。見た感じ、配信見た感じね。洗脳とかじゃない。あの、大してかっこよくなくてアイテムもらえるっていうのにはやっぱ理由があるね。うん。だアムチンさんとかは別カテゴリー。だってイケメンだからね。そのアイドル系でもらってるじゃん。いや、謙虚って俺大して謙虚じゃないでしょ。理由があるんですよ。嘘つきじゃない、うん、嘘でねアイテム飛べば。
でも俺が思ったのね、あの初です、これからもよろしくお願いします、あ、ありがとうございます、ちょっとフォローさせてもらいます。アムチンがさ、最近ね、あのバックをなんか音楽かけるの YouTube の音拾ってるんだけど、あれはいいの？ YouTube のあのオフィシャルじゃなくて、あのアレンジしてるやつ、曲とかでもアレンジしたやつを背景に流してるの、あれは大丈夫なの？パルはね、アイドル要素もあるね。パルパルさんは20代で可愛くて、なおかつクマさんみたいな大きなぬいぐるみみたいな要素があるから、あれはね、あのガチ恋もいるんですよ。今はまあクマと同居してるからあれだけど、別れたらガチ恋だらけになるね。パルパルは可愛いからね。うん、ムネキュンも可愛い要素あるでしょ。可愛い要素は大事だからね。セイジも可愛い要素あるからね、うん、大きいし可愛いね、ほらいるでしょ。で俺も彼女いない時は可愛いって言われるんで、こうやって笑ったりすると言われるんですよ、不思議とね、うん、で今は狙って笑った、うん、今はね、うん、これも秘訣だね、うん、笑うべきに笑う、うん、で今は眉いるから可愛いってコメント流れないけど、狙って笑ったりもしてるね、うん、でムネキュンはおたまかやネット、あれ狙ってるね、うん、あざといよあの人、うん、あの人はね計算高い。松平議員はあれ天然だね、うん、あれは狙ってないね、へんとか言うでしょとか言って、あれ狙ってやらないでしょあんなの、マジで意味が分かんないじゃん、うん、コメント止まったらふんとか言って笑うじゃん、うん、あれ病気でしょ、うん、でもああいう人が人気出るんだよ、かぶらないから、うん、松平の配信できないでしょ誰も、だからプラチナプラスなんだよ、うん、でイケちゃんタイプはまだいるからね、あのイキリ系は、うん、政治すごいよ。ウニが誰、ウニって、あ、2000円されてます、ありがとうね。政治もアンチ減ってきてるでしょ、ウニタンと別れてもう1ヶ月ぐらい経たん。だってユマルと付き合ってる時ヤバかったじゃん俺も、別れた瞬間にだってマンスリー1位になってるからね。なんでユマルと別れた瞬間マンスリー1位になるの、すごかったじゃん、配信やらないサボりまくってユマルに金を貢いでみたいな。で政治ももう配信しかないからやっぱ面白いよね、応援してます、ありがとうございます。政治は芸人だね、狙ってるね、よく考えてる、考えながらやってるね政治は、頭いいよ、うん、でパルパルも結構頭いいよ、みんな頭いいよ。で養分はその考えて笑い取るとかじゃないんだよ、養分さんはねちょっと独特だね、うん、養分はスタイルが違くて、やっぱ正論を言ってみたいなタイプだね、正論とそうご意見番タイプ、うん、自分がバカをやって笑い取るタイプじゃないですよ、うん、あーいいんですか、お花火、あーちゃんありがとうございます、嬉しい、あーちゃん、なんだ2万円だよ、この2万円投げれる一瞬で終わるのに、うん、一瞬に2万円ってやばくない、2万円だよ、2万円は養分は消えないよ、うん、養分さんはコラボ面白かった、養分さんは唯一俺をいじるね、うん、すごいいじってくる、あんま他はいじられないけど、
や、まさやんは色恋配信者だけど、結婚して今いいパパ配信者で、子供のね世話したりとかいいパパで応援してもらってるんで、仲直りっていうか、まあプロレス中なんでね、プロレス中なんでどうしようかなって思ってるけど、まあ友達なんでね、うん。昨日もいい人キャンペーン、昨日いい人キャンペーンした、うん、昨日はしょうもない復縁芸をしたけどね、うん。なんかした、うん、つなちゃん困ってて助けたぐらい。ナイス抜かれてんぞ。まあもうキリがないんで終わりたいと思います。まあ話せばずっと喋れるタイプなんで、って、いやいや、ナナちゃんリスナーさんいたら押してください。日曜日なんで、休みなんでね、押してくれるかなと思って配信やりました。で、夜ちょっと予定があるんで顔は日焼けしました。あ、2000ナイスありがとうございます。すごいね、これはね。2000ナイスって先月とかなかなか行かないんだけど、やっぱりね競い合ってるから押してくれてる層が多いですね。この時間で2000ナイスって行かないから、うん、言うなら先月の方がガツガツやってたからね。ありがとうございます。多分ふわっちみんが協力してくれてるんですね。いや、ありがとうございます。ほんと、うん、増えてる、うん、こんなの見てたらちょこちょこ増えてくからね、もうキリがないんですよ、ね、今224でも226になったりね。でもどっかでやめないと。あ、月曜ありがとうございます。という感じで、眉やる？やりな、うん、やりなよ、やめてよ、ほんと少しぐらい、生活費ぐらい稼いでよ、うん、素敵な一日を。あれ、うん、自分も寝るの？いや、俺は寝れるよ、別にやってても。大きな声出せ、まったり喋ってくれたら。前は結構声がでかいけど。そうなんだよね。うん、でもいいよ。あ、この七夕イベント総理から電話だよ。でもマジ怖いんだからね。怖いらしい。ちょっと嫌がることできないんで、それはちょっと理解して、まあそういう話も含めてちょっと配信で喋ったら30分ぐらいね、うん、という感じで、じゃあ終わります。本当朝からね、ナイスとあと枠に来てくれて、あの、ありがとうございます。毎日感謝してます。競馬馬券教えてください。ありがとうございます。小倉メインレース4番人気、これ間違いないです。はい、それ単勝かけてください。絶対来るんで、夏競馬なんで4番人気来ます。はい、僕起きれたら単勝20万円買います。乗ってください。はい、了解です。はい、配信切ってから、じゃあ配信準備して。ゼロワン意識してる。レースはもう始まってるぞ。俺こんなことしててさ、潰されないかな、みんな。いつものノリで大丈夫、みんな分かる？潰されるんじゃない？大丈夫かな、みんな守ってくれる？じゃがいも好き、うん、俺も好きだよ。じゃあ、ありえる？あんましないでしょ。特に不安主って結構ペコペコしてるでしょ。朝枠、いえいえいえ、ごめんね、ふみや、やれないけど。あ、2000ナイスありやんす。でもじわじわ押しとく？あれやんす。正直ツイキャス知らん、ふわっちしか知らんみたいな、うん、知らん人応援してもね、うん、ちょっと変わって早くだからな、まあ、努力します。なる、まあ、なるには理由があるんでその理由も分かってるんで。何してるの？朝1500ナイスまでやろうと思ったら2000ナイスまでめちゃくちゃ増えたわ。どういう人が押してくれてるんだろう。これもはやゼロリスじゃない人が押してくれてるね。いや、マジで感謝ですよ。11レースですかね、小倉のメインレース。あ、笹ヶ崎ちゃん、ありがとうございます。ピッピーらっしゃる。あ、モンジョイレスナーさん、ありがとうございます。メンバーシップ入ってます。
今だけ押してます。あ、ありがとうって当たるかわかんないですよ。あの責任そう怒らないでくださいね。花火の人僕に乗ってやっぱ直感タイプなんで。でも山頂で直感で2点で10万当てたんですよ、協定で。135直感でひらめいて。あ、奈々ちゃんからありがとうございます。じゃあこっち行ってもらってね。あの嫌いな人は行かないであげてね。うん、嫌いな人は安置しにね。うん、じゃあ終わります。ありがとうございました。またお昼か夜にお会いします。あ、ケンちゃんさん、切らないで。ペロタンってこの前リアツツしてきてくれ。そうなの、今来ました。増えてるわ。今度から悪口は全部受け止めますね。891号さん、いつまで中途半端な。おはよう。小林さん、ありがとうございます。ゼロマユ最高、ありがとう。登山から、よかった。コメントありがたい。179号さん、今日配信します。さらばがに本当嫌い。